天水格闘技 TV 天水始まりました。天水森川です。ぶっちゃです。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで本日のテーマをお願いいたします。朝倉未来レーダーチャート大改訂スペシャル。はい、というわけで、はい、レーダーチャート大改訂ということなんですけども、はい、久々に来て何を言ってるんですか、あなたは。何ですかそれは。あなたはもうちょっとほっといたらさ、とんでもねえことになってるじゃねえかよ。本当に来なかったね。もう1ヶ月ぐらい来なかったかもしれない。そうだよ、うん、なんかもうブッチャさん来ないんですかとか、ブッチャさんどうしたんですかとか、うん、なんか複数人でやってほしいですとか、うん、言われ続けて、うん、いや俺だってやれるならやりたいわみたいな。いや俺もね、動画見ててそう思ってた。なんかこいつ一人で話させると本当つまんねえなと思って、なんかダラ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 話してるしと思って、結論言わねえしみたいな。いや本当ね、いやこっちからマジでもう困ってたんだから本当に。なんかいや本当ね、いやあの皆さん本当にすいませんでした。もうこいつにはあの謝んないですけど、本当皆さんにあの不快な思いさせてしまって本当すいません。俺にも謝れ。本当に大変だったんだから、まあ、一人でずっとなんか頑張ってたね。もう何回も撮り直ししてやってたんだから、うん、いやあのその間さ、なんか、うん、あの視聴者の皆さんに対する、はいはい、あの態度は何なんですか。態度って何ですか。別に何も別に悪いことは言ってないんですよ。いやなんか喧嘩売ったりさ、なんかコメントしろって言ったりし、なんかすんなって言ったりさ、はいはい、すげえさ情緒が不安定になっちゃってたじゃん、一人でやっててさ。コメント一個一個に対してすげえ敏感に反応しちゃってさ。そうね、うん、なんか別にそこまでじゃないんじゃないですかみたいな。そうそうそう、コメントもなんかそんなに別に言われてないですよ、うん、みたいな。そうそう、全然言われてないし、なんかアンチアンチみたいなこと言ってるけど、別にそんなアンチしてる人そんないなくないと思ってて。何そんな気にしちゃってんのと思って。いやいや、だから一人でやってるから、こうなんか複数人やってるとさ、なんかそれがこう分散されるんだけどさ、うん、やっぱ一人でやってるから一人で動画作って出して、うん、でそれを全部自分で受け止めなきゃいけないみたいな。やっぱりね、メンタル1だから天水森川は、うん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 、だからそこのね辛さっていうのはあったのよ。なるほどね。そう、そんなちょっと の, あの、はい、ネガティブコメントでもすげえ重く見てしまったんだ。重く、そう、もうほんとね、はい、YouTube 初期ぐらいの気持ちになった。本当に一人でほんとほんとお腹にダンベル落としてた時ぐらいの、もうそんな危険だからやめてくださいみたいなのと同じぐらいちょっとガツッときちゃったんで。やめてください。みんなで作り上げるチャンネルだってもう常々あの言ってると思うんで、はい、そこの気持ちだけ、視聴者さんへの感謝の気持ちだけは忘れないでください本当に。いやでも俺は、うん、いやそういうこう格闘技 TV 天水を楽しく見てくれてる方には俺は感謝してますし、うん、チャンネル登録してくれてる方、メンバーシップ登録してくれてる方には感謝するけど、うん、天水森川に対してのアンチコメントとか、うん、何々で草とか言ってるやつに関しては俺はマジであの一生好きにならないと思うんだ。おい、ふざけんなよ。違うんだよ、その人たちみんなに感謝すんだよ。やだよ、嫌いだもん。いやだって見てくれてんだから。俺のこと嫌いなやつは俺嫌いだもんだって。いや見てくれてコメントしてくれてるってことはすごい好きってことだよ。とバカにしてんだよだって。いやだって関心がなかったら何もしないですから。そういう関心がない人が一番恐ろしい、我々が恐れなきゃいけない。ああなるほどね。そう、嫌いだって言ってくれるだけもうありがたいですよ。あそうか、好きの反対は嫌いじゃなくて無関心だっていうもんね。そうそうそう、だから最初見ててなんかこいつら何なんだみたいな、なんか偉そうに話してんなみたいな思ってたけど、はい、うんうん、なんかある時突然好きになりましたみたいな。そうかそうか、そうコメントよくあるじゃないですか。だからいつかファンになってくれたりっていう可能性もある人たちってことか。というかね、あれなのよ、はい、単純接触効果だからこれって。おお、なんか難しい言葉出てきましたね、はい、見れば見るほど、はい、好きになるもんなんですよ人間って。なるほどなるほど。そうで今アンチコメントしている人って、はい、それが足りてない。あーなるほどね、たくさんまだ見てもらえてないってことですね。そうそうそう、嫌いでも気になって見てるうちに、はいはい、いつの間にか好きになっちゃう。なるほどなるほど。そう、はいはいはい、嫌いが好きになるっていうそういう理屈なの。あー確かにね、学校とか行ってさ、うん、こういろんな女の子とか好きになるのもさ、割と可愛くなくても好きになっちゃうっていうのはそういうとこあったりするのか。そうそうそう。あーなるほどね。そう、可愛くなくても好きになるとか、あと女の子がなんか最初男な、何こいつみたいな、なんか嫌な、うん、嫌なんか意地悪してきて嫌だなみたいな思ってても、うんうん、なんかやだなやだなって思ってるってことはもう単純接触効果なんですよ、うん、それで。おお、なるほどね。いつの間にかそれで好きになると、ね、何かのこういいことちょろっといいことちょっとやっただけで。そうか、そう、そこで何もこう感じないってことの方が怖いわけか。そうそうそう、感じないのが一番怖いんですよ。はははは。
なるほどね。だから感謝しろって言ってる。アンチだとかアンチだとかなんだとかすぐ決めつけないで。ね。なるほどね。うん、なるほど。なかなかとご説明ありがとうございます。いやもう前置きがこんなにやってこの説教の時間でねこんなに時間使ってしまってね本当に申し訳ないんですけどね何も分かってないんですよ、はい、世の中の理屈が。なるほどね。全然知らなかったそんなの、うん、はい。ちゃんと勉強してくださいね。はい。はい、というわけで、うん、今回は何朝倉未来選手のレーダーチャートを変えろってことですか。ああそうだったっけ。もうただ説教しに来たの今日。いやわざわざ変えろ。もうこれさおかしいじゃん、はい、このレーダーチャート。あの散々コメント欄でも言われてて、はい、もうその通りだなって思ったんだけど、はい、平本蓮選手を高く評価しすぎてるせいで、はい、あの全体の秩序が崩れてるのよ。今ちょっと選手つけ忘れそうだったね、もうね。うん、俺ね、最近あのアンケート取ったんですよ。うん、で、朝倉未来選手好きは、うん、俺、平本蓮がもう、なんかセットで嫌いなんじゃないかなと思って、あアンケート取ったら、はいはい、3割ぐらい朝倉未来選手好き、平本蓮嫌いっていう、うん、やっぱ人たち多かったんで、はいはいはい、なんか、やっぱそういう傾向あるのかなっていうふうに、ちょっと朝倉未来好きは。いやいや、俺はどっちも好きだよ。本当ですか？え、なんかどっちも好きも結構あったじゃん、アンケートで。あ、そうだね、どっちも好きもあったけど、うんうん、いや、どっちも好きですよ。本当ですか？うん、まあ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 ということにしときましょう。じゃあ、いや、どっちも好きだからこそ、はい、なんかこう片方だけをなんかね高く持ち上げてそのせいで全体が崩れてるのがすごい嫌で、このレーダーチャート今までさ散々俺らがこう練り込んできてさ、はい、そうだね、もうなんかさもう穴子のなんかさこうつけだれみたいなさこう継ぎ足し継ぎ足しでこうさ練ってさすごい美味しい状態に秘伝のタレみたいな、ね、秘伝のタレみたいなさこのバランスのさ、はい、レーダーチャートになってるのにさ、はい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 、ちょっと目を離したらさなんか完全にさ自分の個人のさ平本蓮が好きだからみたいなさ都合で平本蓮をボーンってやっ強くしてなんかいきなり塩バーン入れすぎちゃったみたいな台無しになっちゃった。今までの秘伝のタレが台無しになるみたいなとんでもねえことやってくれたなと思ってて、あーそんな感じで見てらっしゃったんですね、うん、ふざけんなと思ってました。あそういうことですね、うんうん、あだからまあ平本蓮選手との比較みたいなところは結構言われてたかも確かに。いやそうそう、うん、朝倉未来選手単体は別に悪くないけど、うん、平本蓮と比べてこれはおかしいんじゃねえか。そうそうそう、平本蓮の打撃が6ならば朝倉未来の打撃は 6.5 だろうとか、うんうん、6だったら、平本蓮を 5.5 にしろとか。そういや平本蓮選手はねいい、はい、いい選手だけど、はい、まだまだこれからの人だから。なるほどなるほど。高くつけすぎなのよ。あまあだけどね、うん、この平本蓮選手のレーダーチャート回転に関してはこの前、うん、タイガーとやりまして、うん、タイガーを解き伏せ、うん、レーダーチャートを変更しないってことになりましたんで。タイガーはねあいつはまだなんかその、はい、言えないのよそこまでまだ詳しくないから。いや結構言ってきてるよ。いやなんかあと優しいから根が。あ根が優しさが出ちゃってるんだ。そう根が優しいし、あとそこあのどうでもいいって思ってるからそのそこに関してだからね粘らないのよ。だからあそんなに強く言うならそれでいいですよみたいな、うん、まあなんかもう早く帰りてえなみたいになっちゃうからすぐ。まあ確かにね。そうそうそう、まあ、確かにそういう意味ではなんだろう、そういうこう情とか感情が一切入らない、うん、冷徹人間のブッチャの方が確かそういう面では怖いかもしれない、うん、冷徹じゃないよ別に。人の感情ないじゃんだって。いや違う、俺は人の感情がないんじゃなくて、はい、秘伝のタレを守りたいっていう思いが強い。あそんなそんな老舗の第何代目みたいな気持ちなんだね。そういや今まで作り上げてきたものをなんか台無しにしないでほしいなっていうことですよ。なるほど。そうじゃあ今回じゃあまあちょっと平本蓮選手とか、うんまあスーパーライジン2で戦うケラモク選手とかとかと比べてどうかっていうところですよね、うんうん、そうそうそう、そこなんだ。そこをやれたらいいかね。そうちょっとそこをねこんだけ前振りが長いのもなかなかないと思いますけど、うん、いや久々だからそういうことなんで、ここから本題に、はい、やっていきたいと思います。はい、ではね朝倉未来選手のレーダーチャートバンって出てると思うんですけど、うん、まずね平本蓮を基準にした場合に、うん、全てがおかしくなってくる。あなるほどね。平本蓮基準にした時に打撃が同じ6になってるんだったら、うん、じゃあ未来1個上で7だね、あのレスリング平本蓮が4だったらレスリング 4.5 はないでしょうと、はいはいはい、5.5 ぐらいだねってなってくるし、はい、柔術もそうだよ、はいはいはい、平本蓮が2もあるんだったらミクルの柔術3ってことはないでしょ、うん、4でしょと。なるほど。全部1個ずつ大きくなってもいいぐらいになっちゃうんですよ。それぐらい、はい、
下位のね、はい、選手の能力を全体的に強くしちゃうと、うん、全員強くしなきゃいけないんじゃん。ああ、はい、はい、なるほどですね。言ってることは分かりますよ、うん、言ってることは分かるんだけど、うん、まあね、これは平本蓮選手とかっていうのが例えでまあ出てきてるんだけど、うん、一応これはあのフェザー級、ライジンフェザー級とか、まあ USC とか、うん、もっと言えばライジンにも出てきてないようなシュート、パンクラス、ディープの人たちとか全てを合わせて、じゃあどれぐらいの相対値なんだっていうところでつけてるもんなんで、うん、全ての選手見てんか、まず見てる見てる見てないでしょ。アマチュアシュート見てないけど、うん、ブレイキングダウンから始まり、うん、ディープ、シュート、パンクラス見てますよ。全部見てるんですか。全選手見てるかって言ったら全選手は見てないけども、今全選手って言ったでしょ。主要な選手はほとんど見てますよ。主要な選手ってことですね、はいはい、見て中でやっぱつけるとこういう値になってくんじゃないかなとは思ってるんですけど、うん、まあ、だから平本蓮が4だったら、はい、じゃあなんで 0.5 しか違わないんですかっていう話じゃん。まあね、その倒す方の力も、はい、ディフェンスする方の力もどっちもミクルの方が上じゃん、うん、はいはいはい、平本蓮の場合は、はい、テイクダウンディフェンスはまあ高いかもしれないけど、うん、オフェンスに関してそんな高いかっていうとそうでもないし、はい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 、だってもう倍ぐらい違うじゃんっていう話。じゃあまず 8でいいじゃんじゃあまずじゃあレスリングからね、うん、じゃあちょっと見ていきたいと思うんですけど、うん、レスリングに関して言うと、そうだね、平本蓮選手の場合は本当テイクダウンディフェンス能力っていうところでね、うん、そうでしょ、を高く評価しての4、はいはい、で平本蓮選手はもはやこう寝かされないストライカー、うん、だから寝かされないために、戦うストライカーなので、はい、そのテイクダウンディフェンスっていうところの比重がでかいわけですよ、うん、で朝倉未来選手はどうかっていうと、まあ、そこまでストライカーだけど、まあ、寝かされてもしっかりリカバリー力高いから対応できるし、うん、で自分からまあ寝かすっていう選択肢も取れる、うん、っていう意味では、まあ、平本蓮選手は高いだろうなっていうところはあるし、うん、だけどじゃあ5かっていうと、そのレスリング主体に戦っていくような選手ではないから、うん、ここは5になるってことは俺はまだないんじゃないかなと思っていて、うん、まあ、じゃあ蓮が高いんじゃない。平本蓮が4なのがおかしいんでしょ。じゃあ、いやだけどその斉藤豊選手のレスリング力も4なわけですよ、うん、おかしいじゃん。明らかに斉藤豊の方が高かったじゃん。いやだけどやっぱり、斉藤豊選手が思うように倒せなかったわけじゃないですか。だからそこで倒してってでもレスリング力で勝ったじゃない、あの試合。いやレスリング力だけじゃないですよ。しかも打撃での、まあ、攻防とかっていうところもうまかったし、あったけどさ打撃力の差は、はい、うん、結構あるわけじゃん。まあ元々ありますね。斉藤選手が 4.5 ぐらいで、はい、平本蓮がまあ6なわけでしょ打撃は。はい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 、でその差を埋めたのはレスリング力なんでしょ。レスリング力もあります。でそのレスリング力が同じ数値っていうのはおかしいじゃない。6のレスリングが6ぐらいないと違うから話が通じないじゃない。違う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 、今日は朝倉未来選手だからもう平本蓮選手の話は終わったの。いやお前もう今あの負けを認めただろ。違う、もう平本蓮選手の話は終わってる。いや今の話が全てない。今日は朝倉未来の話ごまかすなっつうの。ごまかしてない。今の話なんだ。違う、それはもうね、あの平本蓮選手のレーダーチャート回転にコメントつけてください。それはもう終わったんだから、その話はもうその話はもうしないよ。うん、まあでもそれがベースですから、まあまあ、俺が言いたいのは、うんうん、いやだけどそうだけどやっぱりその倒せなかったわけだから、基本的には斉藤豊選手が、まあ、2,3 回取ったけど、うん、だけど、しっかり自分でテイクダウン、してこう決めていきたい斉藤豊選手が、レスリング力でこうしっかり平本蓮を圧倒できなかったわけだから、しっかりこう耐えられちゃったわけだから、そういう意味ではここがレスリングが平本蓮選手は低いってこう判断しちゃうと、じゃあ斉藤豊選手も低くなっちゃうよねっていう話になっちゃうから、うん、うん、分かったよ、うん、じゃあまあそれはあの、うん、本当に間違いなんだけど、これ以上話しても間違いを認めないから。いや認めないですよ。あの皆さんは、うん、あのこう思っててください。あの、はい、レスリング力平本蓮と斉藤豊は全然違うよって、うんうん、そこに差があったからこそ、うん、打撃力の差が埋まって、うん、いい勝負になって結果斉藤豊が勝ったんだよって、そういう風に思ってください。セコというかセコほとんどの人がそう思ってると思います。いやもう分かんないやつはいいよ、もう俺は置いていく。分かんないやつはもういやいやもう置いていくよ俺は。いやだから詳しくはちょっとまた平本蓮選手のレーダーチャート回転の動画見てください、うん、お願いします。そうで、ね、あの その話をまず前提にした時に、はい、ミクルのレーダーチャートはこれっておかしいでしょっていう話なの。そうなんで、だから、いやだから俺朝倉未来選手はもっとレスリングを交えた
もう本当に今はストライカーだけど、うん、そういうのも交えて戦っていく選手になっても俺はいいんじゃないかなっていうふうには思ってるわけよ、うん、それこそこうトータルファイター的に戦う力は朝倉未来選手は俺はあるとは思ってるから、うん、もっとレスリング交えて戦っていくんであれば全然5はつけていくんだけど、今はそのレスリング交えて戦っていくような選手はないから、うん、ここでレスリングを5とかにしちゃうとなんかこうレーダーチャートパッと見た時にどういう傾向の選手なのかっていうか分かりづらくなっちゃうから、うん、まあね、うん、そういう意味ではここは 4.5 に しておきたいなっていうところはあるかな。分かった。じゃあ、はい、ミクルのは 4.5 でいい。はい、ありがとうございます。じゃあ平本蓮を2にしましょう。それなら分かる。何をレスリング力ですか。レスリング力2ではないだろう、あの試合だからね。ディフェンステイクダウンディフェンス能力だけは高いってことで2でいい。いやそこは違うんですよ。もうねこれはもうねあの一生平行線なのでこれいや多分30分ぐらいこれをやり続けて同じこう繰り返しになっちゃうから言わないけども、うん、そうまあ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 、じゃあ朝倉未来選手の今日はレーダーショット書いてたから、うん、レスリング力 4.5 は OK ってことね。はい、で、うん、打撃でちょっと見たいんですけど、うん、打撃もここは結構言われてるんですけど打撃6はどうですか。ちなみにケアモク選手は 4.5 なんですよ、うん。これも平本蓮がおかしいからおかしくなるわけで、はい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 、平本蓮を下げた方がよくて三倉このままでいいんじゃない。ああそういうことですね、うん、まあ平本蓮選手は下げないんでじゃあ三倉選手もこのままでいいと。なんでだよ。そういうことでもうね本当にぶち壊してくれたなと思うんだよね。いやいや平本蓮好きが高じてね本当に。だって別に平本蓮選手を別にそんなに上げる意味ないんだもん。だって俺別にだったら朝倉未来選手上げといた方がやっぱりこういうさ、うん、いや意味はあるでしょ。偏ったさ朝倉未来ファンが好きなんだけやっぱり喜ぶから朝倉未来やっぱ上げときゃいいとは思うんだけど、うん、いやそういうことじゃないんで私は忖度はしないんで別に好きだからとかという話はないですよ。いや好きだからとか期待してるからでしょ平本蓮に。いやいやいやそこは本質が見えてないんですよ。そこは本質が見えてないからやっぱり平本蓮の打撃力が低いってやっぱりみんな言うけど、うん、本質を見ていくとやっぱり違うんでそこは。まあ打撃はいいよ。はい、ありがとうございます。レスリング力は半分ぐらいにした方がいいと思うけど。いや今日そうしないと話が通じないから。そうしないとおかしいから。いやいやまあ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 、うん、いいじゃないですか。でじゃあ充実、うん、充実見ていこうと思うんですけど。いいよ充実もこんなもんで。あいいんですか。いいっすよ。ミクルの能力はもうこれでいいんじゃないですか。泣けたな。なんで泣けんだ急に。これ以上ないでしょ。そんなに文句来てないしそもそも。ああ、うん。で平本蓮変えるつもりないんだったらしばらくこれでいきましょうよ。うん、で平本蓮の次の試合で、まあ、どうなるかっていうことだよね。いやそこはでかいと思う。そう。うん、いややっぱだからそこなんだよね。結局多分みんなが思ってるのはそこなのよ。うん朝倉未来のレザーチャットに関しては別にまあまあそこまで金がね文句はないですけど文句ないよ。もうねもう文句来ないもんこれに関しては。昔散々来てたけど、ね、うん、今もう誰も文句言わないのこれ。そうだね、うん、で平本蓮と比べてこれはおかしいんじゃないですかっていうやっぱりコメントだよね。そうなの、うん、いやそこのね言わんとしてることはすごくよくわかるんだけど、うんうん、だけどこれぐらいにやっぱり平本蓮選手もあると思うし、うん、じゃないとその朝倉未来選手がやっぱりこう平本蓮に対してやっぱ意識するっていう理由が俺はあんまないなと思って、はい、うん、やっぱそういう理由っていうのはこういうところにもしかしたら隠れてるんじゃないかなと俺は思っているから。なるほどね、うん、あそこ朝倉未来選手の、まあ、やっぱりこう頭の中で描いてるものも割とこういうところになってきてるんじゃないかなと俺は思っている、うん、そんなわけないけどね。何勝手に、まあ、それは別に勝手に思ってればいいんだけど、うん、絶対違うと思うけど、うん、そうでまあさ今俺が気になってるのは、はい、朝倉未来選手の足の怪我ですよ。いや、やばい腫れ方してたよね。ね、いやこれさ試合中止もあるんじゃねみたいな話もちょっとあったりするぐらいじゃないこれって。そうでもなんかさ全然、まあ、多分これインスタのストーリーだと思うんだけど、うん、なんか1週間は蹴り封印だなみたいな軽い感じでね。俺のサンダル可愛すぎるけどどう残るのみたいな、ね、なんか軽い感じで言ってるけど、いや俺結構この腫れ方ってまあ最低日々ぐらいは行ってないとこんなに腫れないかなとは思うから。いやそう俺もねちょっとこれを見て、うん、あのケラモフ戦、うん、かなり危ないなと思ってて、うん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 、いや普通にミクル勝つと思ってたけど、うん、足の使えないミクルって、うん、打撃力相当落ちるでしょ。いやそうなのよね、うん、いやそこはマジで思った。だって結局朝倉未来選手って、うん、その蹴りとか
そのパンチとか全部踏まえてそれを朝倉未来システムとしてやっぱり使ってるからこそやっぱりこう隙がなくて、うん、まあ無敵の、はい、打撃っていうのができてるところはあるんで、うん、じゃあ蹴りがなくなったらどうなのかっていうのはすごくでかいところだと思う。この前のさ、ミクル・ケラモフ勝敗予想 の、 あのいろんな YouTuber のやつのまとめた動画出してたでしょ、うん、あの皆さんあの見てなかったらぜひ見てください、はいはい、でその動画の中であのなんかプレッシャーをまずかけて、うん、でそのプレッシャーに対する相手の反応でミクルがカウンター仕掛けていくみたいな話あったじゃん、うん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 、その足を怪我してた時に、うん、プレッシャーっていうのはかかるんですか、うん、足を怪我してた時にプレッシャーっていうのはいやまあかけれることはかけれるんだけど、うん、例えば相手が、その左ミドルがないって気づいちゃった場合はプレッシャーがかかんなくなってくるよね。ああそうなんだ。結局そのいろんなこう左のミドルがあるとかっていうところで、距離を取りづらくなったりとか、うんうん、相手が飛び込んでくるかもしれないみたいな距離感っていうのを設定できるんだけど、うん、結局その左ミドルがないっていうことがバレれば、うん、その左ミドルがこう来る間合いで平気でいられるわけだから、はいはい、そうなっちゃった場合はそのプレッシャーっていうのをかけづらくなるのは間違いないし、まあもう物理的に、いやそうでしょ、プレッシャーってなんかさ、うん、そういう見えない圧的なもので そう、うん、それでなんかビビって下がって自分の距離で戦えなくなっちゃうみたいな、うん、なんかそういう感じなのかなと思ってるんだけど、うん、だとしたらもうこれがバレてる時点で、怪我してるのがバレてる時点でさ、うん、プレッシャーかからないじゃん、うん、そう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 、でかからなかったらもう負けじゃんと思ってて、ああなるほどね、うんうん、そうなんだよね、うん、じゃあ打撃の値的にはどれぐらい下がるのかっていう話だよね。いやそうそうそう、めっちゃ打撃の値下がるし、なんで言うのと思って、うん、隠しときゃいいのにさ、こう言ったらダメージでしょって、まあ、だからツイッターの考察的にはさ、こう割とそういう、うん、そんなに重くないからこそ、まあ、こういうふうに言ってんだろうっていうふうには、まあ、考察してる人はいたけど、うんうん、だけどこの腫れ方ってなるとその簡単に1週間そこらで、いやそうだよ、全開っていうわけにはいかないような気がするからね。そうそうそう、全開にはなんないじゃん、うん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 、してんの やっぱりバカなのかな、なんか前田明さんも言ってたけど言ってたね、やっぱりバカなのミクル、あいつはバカだからってそこまで言うかと思ってバカっつうかなんかこうオープンすぎちゃうところあるよね、なんかね、まあだけどなんか余計なことしないでほしかったなと思うけどね、ファンとしては。そうだね、うん、いやだからまあ打撃力っていうのが今6ってなってるけど、うん、まあ、蹴りがなかった場合は俺はもう4ぐらいに下がっちゃうような気はするんだよね。まあでもさ、うん、まあ、平本蓮選手もさ、この前怪我してて、うんうんうん、足入れ、あ、蹴れなかったけど、うん、ドミネーターさん倒したじゃん。そうねそうねそうね、そういうことはできないかな。ね、平本蓮選手の場合はちょっと特殊なんだよね。そんなにこう、まあ、蹴りがなくても成立するような戦い方ではあったし、うんうん、何しろまあそこまでこう平本蓮選手の新しいスタイルに対するデータがなかったから、うんうん、だからドミネーターさんはこう無理やり突っ込みすぎちゃって、失敗しちゃったんだけど、うんうん、だけどこの朝倉未来選手の場合はもうさ、戦い方っていう型が決まってるから、はいはい、そこでもう型がそこまでガラッと変わることはもうここから先はないだろうし、そういった意味ではもう蹴りがないっていうのはめちゃくちゃでかいと思うんだよね。そうだよね。いやだからこれまでのいろんな人が勝敗予想してたけどさ、うん、もうそれ全部覆るよね、蹴りがないと。そうなんだよ。だから天性も絶対負けじゃんっていう、そう、左ミドルとかっていうところがやっぱり気になってくるんじゃないかっていう、うんうん、で左ミドルが当たってくれば、今度左ストレートが当たったりとか、うん、左のハイが当たったりとか、はい、っていうのでしっかり KO できてポイント取れるんじゃないかっていう予想はしてたんだけど、左ミドルがないとかってなってくると、うん、これはマジでね、でかい事態としては打撃4ぐらいになっちゃって、そう全部で 20.5 ぐらいになっちゃって、うん、でケラモフは24だから、そうなんだよ、もう打撃でもうケラモフの方が上回っちゃってるから、もう そうなったらもうガンガンレスリングでね、そう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 、ガンガンタックルでもやられちゃうよね。そうなんですよ。いや終わったじゃん終わってんじゃん、もうお通夜状態っすわ、こんなん。まあね、まあ、これがもう取ってどれぐらい後に出るか分かんないけど、その頃にね全然まあ平気だっていう風になってればいいけど、まあ俺そんなに簡単には引くもんじゃないかなっていう風にも思っているから、うん、で怪しいところはあるかなと思いますけど、4になった場合は結構怪しいよね。結局だから打撃でやっぱりケラモフ上回れるから、こう勝負ランが出てくるっていう試合ではあるから、 そこで打撃でも上回れないってなってくると、もう完全にケラモフが無双するよね。いや
はい、とは思っていますけども、はい、はい、ということなんですけども、はい、朝倉未来選手のレーダーチャート改定ということでね、うん、今日やってきたんですけども、うん、まあね、この朝倉未来選手の左足の怪我があった場合は、うん、打撃が4になるということで、まあ、丸く収まったということですかね。まあ丸くっつうかね、その話してたら、うん、ミクルのレーダーチャートを変えるんじゃなくて、うん、平本蓮側に問題があるということが分かったので平本蓮のレーダーチャートは本当にね、次回変えるときはもう徹底的にチェックしていきますので、はい、まあね、この平本蓮選手に関しては本当にもう一回試合してくんないと、はい、ちょっとまあ分かんないところもあるので、うん、もう一回試合してなんか白川陸斗選手なのか誰か分かんないけども、うんうん、まあ、そこでね、まあ化けの皮が剥がれるのか、はいはい、まあ、本質的にやっぱり強いってとこがこうしっかり出てくるのかっていうところはね、まあ楽しみしていただきたいなと思うんですけども、うん、朝倉未来選手に関してはまあとにかく左足が心配、はい、まあ、それさえなければ、うん、まあ打撃に関しては 1.5 の差がケナモフ選手とはポイント的にはあるかなと思ってるので、うんうん、朝倉未来選手のやっぱり勝利みたいなところっていうのは近いんじゃないかなとは思っていますけども、まあ、トータルでは負けてるけどね、ケラモフ。そうね、うん、やっぱりだからそこでレスリング力とか充実力に関してはやっぱり図抜けてるから、うん、まあそこの勝負になった時にいかにリカバリーできるかっていうところにはなってくると思うんだけど、うん、そこ次第だね本当にね。わかりました。はい、はいはい、というわけでここまでご覧いただきありがとうございました。ありがとうございます。朝倉未来選手の、ね、レーダーチャート皆様ご覧いただいてどうでしょうか。まあね、ぶっちゃみたいになんかこう文句がある人はぜひコメントの方によろしくお願いいたします。未来のレーダーチャートにはみんな文句ないと思いますよ。あの平本蓮の方に文句があると思ってるんで、はい、もう分かるんですね。分かります。皆様の気持ちが、はい、分かってます。皆さんのことはよく分かってますはい、はい、なのでぜひね、あのコメントは、うん、いいよとか悪いよとかっていうのもね、うん、ぜひよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、そしてね、格闘技 TV 天水は年内400万人を目指しておりますので、はい、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。では次の動画でお会いしましょう。バイテン。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。